これはジェシー、西部一の顔がある。動物が大好きなんだ。一番の仲良しはブルズアイ。ヒヒーン、ヒーハー。これはレックス、地球上で一番恐ろしい恐竜なんだぞ。ガオー、ガオー。これはスリンキー、どんな犬よりも忠実で賢いんだ。この子たちはとっても変わった星から来たんだ。それがピザプラネットさ。これはバズ、とってもかっこいいでしょ。ほら、レーザーも撃てるんだ。これはハム、お金を守ってくれるよ。それだけじゃなくて買い物にも行ってくれるんだ。いつも買ってくるものはハム、ポテトヘッド、ミスターとミセス。愛し合ってるからいつも一緒にしてあげてるんだ。フォーキーとナッティ、二人も愛し合っていて臆病だけどとっても優しさがあるんだ。これは軍曹、小さいけど心はとっても強い。いつだって前向きなんだ。これはラジコン、ここにいる中で最も速く走ることができるんだ。ビューン。これはバターカップ、出口はどこにもないよ。これはロッツォ、イチゴの香りがして抱きしめるのが大好きなんだ。これはボーピープ、勇気があってとっても強い女性なんだ。一番の仲良しはこちらの羊。これはチャッターホン、とっても賢くていつもアドバイスをくれるんだ。これはレニー、遠くまで見ることができる最高な友達さ。これはバービー、とっても可愛らしい人形でバスガイドだってできちゃうんだ。これはスケッチ、どんな絵だって瞬時に描くことができる最高なやつさ。これはリトルタイクス、可愛いズボンが特徴さ。これはつなぐでござる、仲間と団結してみんなつながってるんだ。ダッキーとバニー、手がつながっていてとっても仲良しなんだ。ちょっぴりいたずらや妄想もするけど可愛いやつなんだ。これはアンディ、おもちゃを大切にしおもちゃから愛されている最高の子供さ。これはシド、たまーにおもちゃをいじめるけど本当は優しくて賢い子なんだ。これはアル、おもちゃ屋さんを経営していてダッキーとバニーからとても気に入られてるんだ。これはボニー、おもちゃをとっても大切にする女の子。でも女の子だから男の子のお人形よりも女の子のお人形が好きみたい。そしてとっても優しい子供さ。みんなのことをこれからも応援してくれるかな。僕の宝物なんだ。え？ウッディ、どうしてここに？俺のブーツにはガラガラヘビー。ウッディは覚えてないくらい昔から僕の友達だった。強いカウボーイで勇気があるんだ。優しいし賢いし。でもウッディの一番すごいところは友達を見捨てないってとこ。絶対に何があってもそばにいてくれるんだ。ウッディのこともこれからも応援してくれるかな。じゃあよろしくね。あんた俺の相棒。